どうもしゅんです、こんにちは。どうもすずです、こんにちは。ひなやまです、こんにちは。今回は人事の方に逆面接という形の企画になっております。5社の企業さんに今回集まっていただいたんですけども、普段は就活生が面接を受けるという形なんですけど、今回は逆に就活生が面接するという企画になっております。で、今回来ていただいた企業さん、簡単に自己紹介の方をしていただけたらなと思っています。日本 M&A センターのありがとうと言います。企業と企業のこの結婚を取り持つ、そういう会社で、日本には実は60万社も黒字なんだけれど、後継者がいないがゆえに消えてなくなるかもしれないという会社がありますと。で、そういう会社さんにパートナーを見つけて差し上げて、企業の存続と発展をサポートしていくと。そこの雇用を守り、また地方の創生に貢献するっていうところが我々のミッションです。株式会社 WSP から参りました中村すぐです。 WSP の会社名のワールドシーパールのところの頭文字を取った会社名となっております。すごい緊張はするんですけれども、よろしくお願いします。よろしくお願いします。株式会社ヤクログッドから参りました、副代表の前川と申します。主な事業としては、女性向けのこの方の好みに合ったお洋服をスタイリストが選んでおすすめをして、実際にお客様にお貸し出しをして、それを日常楽しんでいただく、ファッションレンタルサービスっていうものを展開させていただいています。ウィリゲート北林と申します。ウィリゲートはセールステック事業の事業領域に今挑戦中というところで、そこの執行役員を担当しております。株式会社日本デザインの大坪拓磨です。大学生時代は武蔵野美術大学の建築学科へ行って、で3年で辞めてご縁いただいて、東京ミッドタウンっていう、そこの現場監督を4年半ですかね、やらせていただきました。建設会社で覚えられることはあらかた覚えさせていただいたので、その時になんか、すごい夢を持って入った業界ですけど、この業界に続けても何か自分の人生開けたり、人を幸せに仕切ること、日本を変えることできないんじゃないかなと思って会社を辞めて、ここからフリーランスのデザイナーになって、当時デザインスクールとかがあまりなかったので、全て独学で起業して半年で月150万円ぐらい稼げるようになって、でそこからクライアントのニーズに応えるように、デザイン、コピーライティング、動画、音楽、広告、マーケティングコンサル、店舗のコンサルとか、なんかいろいろやってきましたね。はじめに御社の魅力を PR してください。お願いします。我々が M&A の仲介というビジネスを世の中に作り出した会社なんですね。なので社外に即戦力の人はいないんです。ポテンシャルとして優秀な人を採用してきて、その人を育てる、これしか我々の成長の道がない、とある意味人材ビジネスでもあると思っています。なので社長以下全役員、人を育てるということにコミットしていて、何がいいかって、新入社員の時からお客様は例外なく経営者、社長さんでいらっしゃるので、非常に鍛えられる。新入社員の時から経営資産を持って仕事ができる、成長するのが非常に早い、そんな組織だということが言えると思いますし、もし将来経営者になりたいとか起業したいとか、経営戦略を作れるようになりたいという方には非常に合ってる会社、いい会社だと思います。株式会社 WSP はですね、海外の黒真珠の卸売からスタートした会社で、設立で30年、創業だと33年になる会社になります。主に真珠の卸売をはじめ、オリジナルのジュエリー、コスメの販売であったりとか、貿易なども行っております。弊社がですね、人生の全ての美のためにという企業ミッションを持っていて、美に関するプロジェクトっていうところも立ち上げております。現時点で言うと、海を利用したカーボン事業も進めております。何のために仕事をしているとか、当たり前にこれ何をやってるんだっていうところを大切にする会社で、今は綺麗事を本気でする会社っていうのをテーマに活動しています。弊社は職種とか年齢とか全く関係なく、もう垣根越えて仕事ができます。挑戦してこう前に転ぶ失敗っていうことは全然おとがめられないんですけど、何もしないで後ろに転んで失敗するっていうのはダメな文化になっております。そういうふうにこう前にどん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 進んでいこうとしている会社になります。エアクローゼットという機関の事業を中心に、ワクワクが空気のように当たり前になる世界、特にライフスタイルの事業領域に対してボーンと跳ねて終わる事業ではなくて、長くこう人々の生活とか社会をこう変えていけるような仕事をやっていきたいという思いで作った会社になります。今まで洋服を作って買って、でそれを着て、でそれを例えば着なくなったら捨ててっていう流れの中で、作ったものを試してみて、でよかったら自分のものにして大事にするし、そうでなかったらまた返してもらえれば別の方にこう回っていく、そういったもののシェアリングエコノミーの市場を自分たちで作
作って、その中でこうプレイヤーとして自分たちのこう価値というものを大きくしてきた、そういったところが特徴の一つかなというふうに思っています。新しく私たちがこう仲間に迎え入れたい方々、波じゃない努力と波じゃないチャレンジをこう一緒に楽しんでいただける人、そういった人たちと一緒にこう仕事をしていきたいなという思いを強く持っています。エアクローゼットさん上場されて入社される方も創業当初ほどは保守的な方が増えるのかなと思ったりもするんですけど、そういうわけでもないんですか？全く変わらないですね。どちらかというと今聞いていただいたような採用ビジョンというか、我々のメンバーシップ人間像みたいなものっていうのは全く変えていないので、うん、会社のフェーズが変わっても来てくださる方が違ってるイメージはないかなと思います。ウィリゲート何やってるかっていう話をお伝えするために我々のビジョンをお伝えするんですけれども、ウィリゲートはベンチャーの可能性を広げあらゆる挑戦を支援するというビジョンでやっています。ベンチャーっていう形でターゲットはある程度絞る分、サービスとかソリューションとかプロダクトの方向性は幅広で広げていきましょうという方針です。結局何やってるのかよく分からなかったんですけど学生にも分かりやすい、はい、どういう事業内容、ベンチャー企業の成長支援をやってる会社です。フェーズっていろいろあると思うんですよ。人はいるけどちょっとブレーンがいないとか、はい、ブレーンはいるけど手が足りないとか、全部揃ってるけどもっと生産性上げたいとか、そのあらゆる領域に対して適切なソリューションとかプロダクト提供していけるようになりたいというような感じ。自分のキャリアが未経験からデザイナーで誰にも習うことなく独学で半年間で月に150万以上稼げるようになって、でそこで月1億円3億円のプロモーションとかも成功するようになって、そういった形でどん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 日本の中小企業を助けられたらなっていうのを思ってたんですけれど、日本に中小企業って300万社あるんで全員を日本デザイン1社で幸せにするって不可能だなってことに、まあ、当たり前ですから気づいたんですよね。そこからこの知識をスキルとして提供すること、今世の中って転職ってよく言われてますけど、本当の意味で転職できてる人って社会にあんまりいなくてですね、ちゃんとスキルを後発的に提供することによって自分の人生いつでも変えられるっていうのもそうですし、デザインスキルとかライティングスキルとか身につけると、まあ、本当に転職ができるんですよね。まあ、今トータル5000人以上は育ててきてるんで、そういった方たちが今世の中の売上とかクリエイティブに困ってる会社さんとか個人事業主さんを助けてると、まあ、それのきっかけになるような会社です。全体的にどういうことをしたいとかは分かったんですけど、入った個人がどんなキャリアプランを歩めるのかっていうのがあまり分からなかったので、その部分をお伺いしてもよろしいでしょうか。多くの会社でおそらく1年目って下積みだったり資料作りとかサポート業務がね、多いと思うんですけど、うちはもう新入社員としての研修が終わったらもう現場に出て経営者であるお客様と接して仕事をする、だから成長が早いっていうことなんですけど、仕事オンリーの人間では人生つまらないし、そんな人間ばっかり集まった会社ってきっと会社もつまんないので、うちでは 3KM っていう思想を掲げてるんですね。会社、個人、家庭、全部 150% やろうという思想なんです。それをマネージするから 3KM っていうんですけど、大体どこの会社でも上司と部下ってキャリアの話、仕事の話はすると思うんですけど、合わせて子供が生まれて今どうだとか、親の介護が大変だとか、その家庭の話、それから趣味でサーフィンやってて週末は必ず海行くんですよねみたいな、会社と家庭と個人全部を上司と部下で話すみたいなことをやっていて、それが分かってると会社としてもその社員のことサポートできるわけですね。あ、今お父さんの介護で大変なんだねと、じゃあ残業がないようにしようよねとか、いや言いたくないことは言わなくていいんですけど、なるべく教えてもらえたら会社としてもなるべくそれを聞いてあげよう、実現してあげようっていう、そういう会社なんですね。なのでめちゃくちゃ遊び人が多いです。会社、家庭、個人全部それぞれ 150% やると、これトレードオフじゃないっていう、そういう思想ですね。何年働いて何学んだらこういうキャリアプランがありますよって語れることはできるんですけど、はい、まあ、本音で言うと、まあ、キャリアプランっていうのはもう自分で見つけるものだと思ってます、うん、ちゃんとOJT とか、うん、入社したらしっかり見るっていうことはあるんですけれども、うん、キャリアプランっていうものは自分たちでやっぱ作っていくものだよっていうところは思っていただけると、自分たちで何をしたいんだとか毎日働いてたら思ってくると思うんですよね、うん、それを実現するためにどういうことできるのかとか、どういうことが足らないかって毎日働いてたら分かると思うんで、そういうとこが一番キャリアプランを花咲かせるためにも重要なことかなと思ってます。具体的な例みたいなのを伺ってもいいですか？そういう感じで、まあ、自分で作っていくっていうマインドセットのもと、はい、どんなキャリアパスを歩んでいった人がいるのかとか、この場で、まあ、この若い僕が話しているっていうことが答えじゃないかなと思ってます、うんうん、まあ、自分もこう経営企画室といったところで仕事もしながら他の仕事も業務もするんですけれども、うん、まあ、自分がやれることとかやりたいことを見つけて目の前のことを打ち込んでいけば、まあ、道っていうものは必ず開いていきますし、まあ、それをすることが一番重要かなと思います。誰もやったことがない事業をやっているので、例えばまあマーケティングであっても物流担当であってもカスタマーサクセスの領域であっても誰もやったことがないので教科書に書い
がなかったり宣伝がないことばかり出てくるんですよね。そういう時に調べる、人に聞く、考える、まあ一人で無理ならみんなで議論して意思決定する、まあ、そういったことが絶対的に授業の中にも必要になってくるので、ジェネラリストという言葉はもしかしたらエクスパートとか専門家と比べて何か対峙されるような気がするんですけど、どんな人でも自分がやりたいと思ったこととか大きなことをやろうと思った時にそのセンスって必要になってくるのかなと思っていて、それをもう全員にそういった生き方の方がかっこいいんじゃないかっていう話をしながら進んでもらってるような感じですかね。私がこの会社に入って今10年、人事っていう1機能の責任者になるのに8年かかってます。身に余るありがたい役割だなと思う反面、自分が1年目の時想像するともっと早く行きたかった、自分の実力不足で8年かかったなという感覚もあります。で、今人事部門も一部関わっている中でいくと、学生の皆さんに言いたいのは、私の半分ぐらいのスピードで1機能の責任を担うぐらいの成長してってほしいなと思うし、意思があって掴んでいきたいんだよっていう人材に対してはそういう機会を提供したいし、まあ私自身もそういう人材の配置まだできていないので、そこにコミットしたいなというのが人事に関わっている人間としての思いみたいなところはありますので、ちょっとキャリアプランと外れるんですけど、はい、お伝えさせてください。はい、行きたいですか？そういう人も、まあ自分の部門に最速で駆け上がってる人間はいますね。彼にはもう明日から CEO でもいいよって私は言ってます。本人にも CEO にも言ってます。これを言える北林さんの器だと思うんですよ。いや本当そうですよね。自分が自分で器だと思う。ここはカットなし。まだ社員数少ないので、入って1年目2年目でも何か部門のリーダーみたいな、まあリーダーって言っても部下がいなかったり外注さんとね組んだりとか、そういう感じなんですけど、社員数2倍3倍って一気に増やしたくて、今のところ1000名にはしようと思ってるので、そこまでは淡々と人数増やしていこうと思ってるので、キャリアプランとしては早ければ早いほどいいポジションにつけるとか、そんな感じじゃないですかね。でかいことを自分の裁量主導権持ってできるとか、今の自分たちが思い浮かぶキャリアプランって本来の自分たちからするとすごいちっぽけなものだと思うんですよね。なんで自分は社員全員に自力で他の会社で一生懸命頑張ってもたどり着かなかったレベルの夢を叶えさせてあげるっていうのはよく言ってますね。本社で働いた時に得られる働きがいは何ですか？お願いします。 M&A っていうと乗っ取りとかね、ハゲタカみたいな割とドライなイメージがお持ちの方多いかもしれないんですけど、実態は真逆でめちゃくちゃ何は節の世界で、会社を譲渡される社長さんとそれを譲り受けられる社長さん、まあ両方のお客様の誓約式でこう調印をするわけですけど、文字通り結婚式で両方のお客様も泣いてるし我々も一緒に泣いちゃうみたいな、そんな非常に何は節の世界です。働きがいはやっぱり自分自身の成長を感じられる時がやっぱ一番働きがい感じるなと思ってます。ただただ物を作るだけじゃなくて、自分たちで作ったそのものからことが広がっていく、まあ、そういうことが自分たちの作っているものの意味だったりとか喜びにつながるなと思ってます。ビジネスモデルの形が 2C のビジネス、直接お客様に我々のサービスを届ける、お客様の声っていうものをものすごくダイレクトにこう聞くことができる、なので喜んでいただいている声を聞けばもっと良くするためにはどうすればいいのかっていうところです。もちろんそうではない叱りの声が入った時にももっともっとどうすれば良くなるのかっていうことを全員がこう議論しながら一個一個その体験をこう積み上げていくことができるっていうのはものすごく大きいなって思います。縦横のフラット感めちゃくちゃ自信あります。仲良し小良しとかそういう話ではなくて、それぞれの専門領域とか役割に対してのリスペクト支援姿勢がある会社だなって思ってます。やっぱ会社って部門違って役割違っても一個のグループだから、そこに対してのこう連帯意識とか持ちながらやりたいなみたいな人はいわゆる働きがいっていうのを感じやすい会社かなと思っております。うちはよく、まあ、比較される企業があまりないのは、物とかサービスを何か作ってるっていう会社であんまりないんですよね。自分自身がやっぱり日本で一番でかい商業施設作ってたし、そこの中に入るテナントさんで売られてるものってやっぱ日本で流行ってるものだったり海外から来たものだったんですよね。自分がじゃあそこの現場監督でそれを買ってる人たちが幸せになってるかっていうのは冷静に見た時にあんまりそういう風に感じられなかったんですよね、うん、でありがとうございますもなかなか言われることないし、で今はですね、自分は当たり前なんですけど、うちの社員たちとか新卒たちがお客さんから人生変えてもらいましたありがとうございますって言われてるんで、こういう現象日本に300万社ある会社で何社得られるんだろうって思うとちょっと少ないと思うので、人を本当に幸せにできる、まあ、それがうちの働きがいじゃないですか。最後に就活生に皆さんからのメッセージっていうところと残したことがありましたらお話しいただけたらなと思ってます。今年年度の方針として社長が掲げたのが楽しい会社なんですよ。
縦横斜め集まってワイワイ楽しく仕事以外でもやろうぜ、チームワークを仕事以外のところでもしっかり築いていこうみたいな一番の目標、楽しい会社、そんな会社です。でも有賀さんがすごい楽しい方、いや楽しそう、確かに会社もそういう雰囲気なんだろうなっていうのが、こういうタイプが集まった会社かもしれません明るく元気に楽しくみたいな。新宿って私興味ないんだけどとか、つけたこともないし分かんないって方だと見られなかったりすると思うんですけど、人生の美のために何ができるかっていうところで見てもらえると、生活してて美のためにこうしたいとかっていう思いとかって絶対あると思うんで、真珠っていう枠じゃなくて、うん、美っていうところで毎週見ていただけると、うん、もっともっとうちの良さであったりとか幅も広がるかなと思います。我々水面下のバタ足って言ってるんですけど、しっかりお客様に楽しんでいただくための裏側にあるものって、システムの開発だったりとか物流だったりとか洋服の調達買い付けとか、ものすごくたくさんの工程があるもので、そういった個人プロセスに関心を持ってくださる方と一緒に働けたら何よりかなっていうふうに思ってます。5年後とか10年後振り返った時に、なんか自分の仕事人生に誇り持っていただくないですか、せっかくなんで。って言うと、ちょっとでも背伸びしないと届かない目標にチャレンジできそうか、それは裁量権の話もあるかもしれないし、ここでやってやろうと思えるかどうかっていうカルチャーの話もあるかもしれないんですけれども、そういう環境を選べるといいなって思ってます。その積み重ねで振り返った時にいい仕事人生だったなっていうふうに思うと思うから、そこが皆さんにとってどういう場所ですかっていうのを考えて得てもらえるといいんじゃないか。応援するほどの身分ではまだないと思うんですけれど、まあ、今まで何万人かの人生変えるお手伝いをしてきた中で思うのは、早ければ早いほど挑戦っていいと思うんですよね。10代の人から90代の受講生も来るんで、90代にも今日があなた一番まだ若い日ですよって、残りから考えたらねっていう話しますけど、そのレンジが就活生ってちょっと90からして比にならないぐらい低いところに今あるじゃないですか。せっかくそんなに残りの、ね、可能性幅が大きいんで、社会の常識とか周りの意見とか親の考えとかにとらわれずに、自分の可能性信じて飛び込んだらいいんじゃないかなってやっぱ思うので、会社のラベルとかじゃなく自分の可能性限界まで突き詰めたら、なんかどんな自分になれるのかっていうのに興味ある方はそれに挑戦してほしいと思いますし、日本を良くするっていうことに興味があればぜひ一緒に働けたら楽しいんじゃないかなと思ってるんで、うちに来る来ないどちらにせよ自分の可能性を発揮してもらえばいいんじゃないかなと思います。下の概要欄に今回出ていただいた企業さんのリンクであったりとか応募フォームが貼ってあるので、ぜひチェックしていただけたらなと思っています。本日は皆さん貴重なお時間いただいてありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題、志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。